今日午前11時過ぎ、F-15 戦闘機が嘉手納基地に着陸しましたが、車輪が固定せず、内側に折れるトラブルが発生し、滑走路には火花が出ました。滑走路の途中には機体を停止させるためのワイヤーも緊急に張られていましたが、F-15 戦闘機はそれでも停止せず、滑走路の隣の芝生に突っ込み、ようやく停止しました。Thank you.